野尻湖バックね。皆さん今日ね、待てばいいコンディションいくらでも来ますから、一番いい時出てください。どうせなら何かフェニックスチームの人、危ない危ない危ない、うーやめてやめてやめて、あれ同じタイミングで絶対来ちゃうの分かってんだから、後ろから来たら絶対後ろが外せよっていうとこですよね。そうですよね。もう少しスタンスに余裕持たして、スタンス余裕持たして、そうそう、大谷さん滑りいいよ、縦に来ればいい、縦に来れば、もう少し縦にこのイメージ持って、内径角度は出てきたっすよ。うわ、止まるのがインサイド崩さない、こっち側インサイド崩さないね。角付け、もう少し前半の外スキーの角付け、内スキーの外旋も大事だけど、まず外、そう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 、もうちょいだ、もうちょい角付け、
外スキーが外スキーが内もうちょい でしょ、もっといい時来ればいい。ちょっと外向いてる、こっちが中向きすぎ、こっちちょっと外向いてる。今無線入ってるっすか？入ってます。こういうの危ないよ、こういうの。さあ、OK だ。うわー、あいつどうして。大さん、もう少し下へ向かってエッチングして、ぐーっと、まだ回すの早い。もうちょい、もうちょい切り替え我慢して、外へ一回膨らませてから行くと、スタイルはもうカービングに近い、内径角も出てるから、縦系統になってるんだ。前半の作り方だけだね。昨日よりは腰外れない、だから外腰まだ遅い。ね、ほら。まだ、内側に向けて力がかかっちゃう、これだと。ね。面白い滑りね。運動方向がね、ちょっと、スピンかけた時に、インサイドがずれちゃうのね。こういう風にね、今のところ。ここだ。ね、ちょっと今ボーダーが気になってるんだろうけど、もったいないね。さっきのが良かったですね、斜面にあった時は。多いよ。横じゃなくて横から円の動きね。そうそう、そこから下へピッチ上げて、コア綺麗だけどね。OK OK、コア綺麗ですね。円の動き、円の動き。ほら、外足置いてかないで、外足置いてかないで、今までの外足置いてかない、置いてかない。よし。両足で、両足で。はい、次もいいですよ。もう少し積極的にスピード出して、弥生さん。外足置いていかない。ステップしてる。外足が前に、腰の前に来るように、前に来るように、前に来るように。大谷さんとまだ滑ってないんかな？踏み替えてる。高瀬さん踏み替えてるよ。大谷さん最後胸ストック回して胸回さないようにね。我慢、ここちょっと我慢、ここちょっと我慢。おー、いいね。大谷さんついてきてもらう。あ、やりましたっけ、あれ。やりました、今日やりましたっけ、今日ついてもらった。
ほーら、これは。これは面白いよ。ね、曲げてないでしょ、これ。伸ばして削って曲げて切り替えるの。伸ばしてエッチングしとくの。伸ばしてザーって削っといて曲げて切り替えるの。これ立ち上がってんのよ、これ逆だよ。ね、これ難しいでしょ。伸ばして曲げて腰下げちゃうのね。腰下げて切り替えちゃうわけ。ザー、腰下げて切り替えるの。伸ばすの。の、伸ばして腰下げて切り替えるの。ね。腰下げて乗り越えるときに必ずストックをついておく。伸ばして引くのね。タイミング合わせてね。伸ばして引くね。両足くっつけて、えよいさんね。両足で。両足で操作してね。伸ばし曲げしっかりやってね。伸ばすところと曲げていくところね。靴下げても上体がね、膝の上に肩が来るようにしてもらって。ういーマーカーでも引ければね。人形になってるよ。大丈夫なの？はい。ビデオ撮ってきやろう。
ません。みんな死んどるがな。頑張れ。あ、そう。おーしい。場所は今良かったけどね、回んなかっただけで。おーい。汗かいてんの？ちょっといろいろ症状。ちょっと弾んだね。おお、おお、逃すな、逃すな、そこだ。もう一丁。ほい。そうだ。そこだ。そこだ。そっちだね。あ。